はい、こんにちは。メタモ先生です。皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。こちら。こちらは、100均で買ったケースです。こんな感じのケースになっています。こちらのアイロンビーズを使って、前から実は欲しかったね、去年出てた貯金箱を作りたいと思います。今年はちょっとね、貯金をしようみたいな感じで貯金箱をね作ってみたいと思います。よかったら最後まで見ていてください。はい、まずはこのケースの下の部分をまずアイロンビーズで作っていきたいと思います。でね、ちょっとこのダイソーのアイロンビーズの台だと少しここが短いんですね。なのでちょっとつなげる形で作っていきたいと思います。はい、そしたらこちらの台の上にビーズを並べます。今回はこちらのビーズの中に入っているこのね、ちょっとなんか赤っぽいピンクみたいなこちらの色がすごい可愛いのでこれを使っていきます。はい、ではここまでできたら今度は、左下のところに景品が出る部分を、作りたいと思います。そこから本当は何も出てこないんですけど、ちょっと一応 UFO キャッチャーということで作っていきます。はい、ではこんな感じでとりあえずできたので、これにアイロンをかけていきたいと思います。では今度はこちらのかけてない方もかけていきます。いい感じです。ではこの今作った部分とこの土台の部分をこのようにしてちょっとアイロンかけてみます。はい、ではこんな感じでできました。ちょっとずれちゃったんですけど、まあ表面というか手前の部分はこれなんですね。今度は後ろの部分とか作りたいんですけど、なんとねアイロンビーズ全然ないのでちょっと買っていきたいと思います。はい、ここからは音声が入っていないのでアフレコで入れていきたいと思います。でね、パーラービーズというビーズを買ってみました。でね、なんとね色がなかったです。ダイソーのやつとね同じ感じがなかったので、結構濃いめの色のパーラービーズを買いました。でね、何色を買ったのかちょっともう袋を捨ててしまって分かんなくなっちゃったんですけど、まあ、ちょっとね結構濃いめのピンクを買ってみました。でね、なんか計算したらダイソーのビーズよりもはるかに安くて、今回パーラービーズを使わせてもらっています。色もねすごく綺麗だし、ダイソーのそのアイロンビーズと変わらない感じがしてとても使いやすかったです。で、 UFO キャッチャーのアームの部分もパーラビーズで作っていきます。これがねすごい可愛いんですよね。今回動くようにしていきたいなと思ってるので、ちょっと期待していてください。で、今度はね上の部分も黒とあと薄ピンクも使って作っていきます。結構ねこの作業無心でできるのでとっても楽しいです。あとね、いらない情報なんですけど、この買ったアイロンもすごくいいです。もしアイロン探してる方いたらアイロンいいのでおすすめします。それではね組み立てていきたいと思います。これすべてボンドで貼り付けています。はい、ちょっとずれていますが、土台が完成しました。で、今回ね、ボタンの部分に星のビーズをつけていきます。これつけるとね、なんかボタンって感じがしていいなと思ったので、ちょっとつけてみました。これは上の部分です。
はい、では今度はこちらの、あの背景になる部分のイラストを作りたいと思います。はい、ではこちらいつもの粘土でカービィちゃん中身を作っていきたいと思います。はい、それでは完成しました。カービィの本当に貯金ができる貯金箱です。今回はですね、クレーンフィーバーという、UFO キャッチャーがあったんですけど、私はそちらがどうしても欲しくて、今回は100均の材料で作ってみました。最近ハマっているアイロンビーズを使ったんですけど、土台をねアイロンビーズで作ってみて、ケースの部分は100均で売っているケースを使用してみました。クレーン の, あのアームの部分もアイロンビーズで作っていて、カービィちゃんたちの人形やカービィちゃんは粘土で作っています。実際に本当に500円玉を入れることもできます。少し失敗しちゃった部分とかあったんですけど、とても満足する作品に仕上がったんじゃないかなと思いますけど、手作りでできてとても良かったなと思います。はい、では今回はクレーンフィーバーの本当に貯金のできる貯金箱を再現してみました。ね、少しでも皆さんの参考になってくれたら嬉しいなと思います。では次の動画でまたお会いしましょう。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また見てね。バイバーイ。